From the cradle to the grave to the end of days we should dance all the way. Don't wait for another. ということで今日はサスケ久々にトレーニングしてるんですけど、僕のサスケの大師匠である漆原さんと又さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、本当最初に習い始めたのがもう7、8年前というね。そうですね、歴史が。そのおかげで最高記録がセカンドステージまで、もう多分ね、最初も格闘技の練習だけしてればいけるって舐めた気持ちで行って、もう秒殺されたんで、サスケに。そっから教えてもらうようになって、まあセカンドの途中ぐらいまで行けるようになったんですけど、やっぱこのサスケの本物っていうのはやっぱサードステージからだなと思うんで、今年こそはちょっとサードステージに行けるようにちょっとトレーニングよろしくお願いします。行ってほしいね。もうぜひ頑張っていきたい。うちらできることがあればもう何でも、はい、アドバイスできることがあればさせていただくんで、お願いします。今日はね、一日収穫があるように頑張りたいですね。お願いします。ガンガンいきますからね。お願いします。お願いします。サスケの世界王者の漆原さんがお手本を見せてくれるということで、元世界王者です。5、4、3、2、1。よし。で、それ半それ外して、そう。一回外して。イエイ。これも初めてやる。イエイ。OK! これやっぱむずいっすね、なんかもう。あ、グライダー角度によって全然もう触れないっすね、体が。僕が最後に出た時にできたエリアなんですけど、その時行けなかったんですよ、ドラゴングライダーまで。だからやってないエリアなんで、ちょっとちゃんとやんないと。今回もあるってことですよね。今回もあるっぽいっすね。本番なかったら泣きますけど。入る場所があるんですよ、これ。僕前回これで落ちたんですけど、入る場所間違えると地獄なんですよ、もう。この回転してる中で、多分あれなんですけど、そこの2本がこう通った後すぐに行けば一番通りやすいみたいな、こういろんなルートがあって、人によって違ったりするんです。
ここね、止まったらいい。止まんないの。止まるとさ、あの出だしが遅れる。出しちゃう。出ついて、こう行った方がいい。早く行っちゃう。1本目はもう早く。もっと早く、もっと。止まんない。え、止まんない。止まるよ。滝野さん、これって何キロあるんですか？これ、だいたい250、250で500ぐらいらしいです。本番は860キロとかなんですよ。860合計3つ重なるんで。はい。えげつな。え、それをもう普通押して、でもこれは多分それ用にちょっと坂道になってるんで、本番は平坦なんで。ああ、なるほど。はい、だからその分ちょっと重さ増して。でももう本当に自分が一番やりやすいっていうところある。さあ、まずそこに飛んでみるって思ったから。あ、全然余裕。うわ、怖っ。あははは、いてぇ。うわー、ちょっと、あの、でもいけるって言うんですよね。ね。はい。怖い。うわー、うわー。まあまあ、でもそれくらいがもう全然いい。全然いい。なんか懐かしいですね、この感じ。本番でまたみんなでこうクリアして一緒に笑えるようにちょっと頑張りたいと思います、ね、サスケの常連の1位になれるようにサードステージ目標に頑張りたいと思います。いや、もうあんだけの練習でね、1回目で初めてやったんだけど、できればもうね、
ごいですよ。これなんて 何ヶ月費やしたか、トラすごいよね、半年以上やってやっと飛べるなんて一日ですかね。おかげさまでいろいろ教えてもらってありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ本番またよろしくお願いします。お願いします。